はい、青春秘密基地、今回紹介するのは香川県の高松港から女木島の方に弾丸ポンコツツアーに行ってきました。またね、かなりね時間の方がタイトなんですけれども、女木島といってね、通称鬼ヶ島と呼ばれている島の方に今回ね上陸して散策してきました。こちらね、かなり小さい島ではあるんですが、女木島のねレンタサイクルを借りて、こっちのレンタサイクルの方が1日1000円ということで、電動アシスト付きの自転車の方をお借りしました。こちらかなり起伏がね激しい島になっているので、自転車を借りる場合はね、まずねこの電動アシストがないとかなり苦しいかと思うので、自転車での散策はね非常に気持ちがいいですし、そんなに広くない島なので十分ね島の方を堪能できるんじゃないかなと思います。で、今回まずね向かったのが鬼ヶ島と呼ばれるゆえになってもいます、こちらの洞窟の方をねちょっと散策見学の方に来ました。こういったスタンプラリーなんかもありますし、入場料の方はね大人600円ということで、無人販売機の方で券の方を購入して洞窟の方を見学してください。洞窟の方はね、この頃はね夏だったんですけれども、かなりね本当にね自然のクーラーなんじゃないかなというほどに涼しくて、本当に自然のねこの日陰といいますか、洞窟のね温度の違いについて改めてねびっくりさせられました。で、中にはねかなりたくさんの鬼瓦なんかも展示されていたりとか、あとね鬼のねオブジェなんかもあるので、またそういった意味でね洞窟の方を入って洞窟から出る頃にはね、鬼ヶ島の桃太郎の昔話をねおさらいしたかのような気持ちになるので、そういった面でもね結構楽しめるんじゃないかなと思います。あとね、その近くに展望台の方もあります。360度ねこういった感じでかなり綺麗なパノラマの方が広がっていて、ちょっとね天候の方がぐずついてはいたんですけれども、海の方がねかなり広々と景色が良く、またね風も気持ちいい空間でした。で、あとはこういった映画館ですね、この時は休館していたんですが、結構雰囲気のあるねこういった女木島名画座というね映画館の方もあります。あと海岸端にはねこういったヤジロベイのような金属製のオブジェなんかがあったり、結構ねそういったオブジェとかね女木島散策スポットみたいなものがあちこちにあって、これもねこうなんか船の帆船のついたピアノのオブジェとか、あとこちらモアイ像ですね、こちらも港付近にあったんですけれども、そういったねスポットがねあちらこちらにねこうあるので、もちろんね十分自転車の方で回れるので、楽しいねこう自転車散策になるんじゃないかなと思います。で、こんな感じで、ね、街中を散策しているんですが、道がかなり狭いんですよね。ほとんど車が通らないですし、車が通れるような道ではなくね、歩いたりね自転車程度でもかなり狭く感じるような道がたくさんそこには広がっていて、またそういったこともね島ならではなんじゃないかなと思います。個人的にね島をね散策するのは好きで、過去にもね何度かねいろんな島には行っているんですが、どの島もねやはり島タイムといった感じの時の流れ方をしていますし、なおかつねやはりどっか懐かしいようなね昔ならではの住宅街だったり、まあ道幅だったりね、そういったところからもねこう昭和レトロチャンネルということもあるんですが、懐かしい感じのする島の方が非常に多いので、そういったことでね島を渡ってね見学するのは自分は個人的に好きです。なので、また島に渡ったことがない方はね、こちらの方もねフェリーで簡単に行かれるような島なので、小さいですがね、そういったところでもねこう島を渡って見学するというのは非常にね気分転換にもなりますし、楽しめるスポットがたくさんあるのでね、鬼ヶ島に限らずね島を巡ってみるというのもいいんじゃないかなと思います。で、この辺はね旧家屋をね船に見立てたようなオブジェが大きなものがね作られていて、ちょっとこの部屋やっていたのかよくわからないんですけれども、まあデザイナーの方というかアーティストの方がねこちらの家屋をねイメージして、なんかこうオブジェ的な感じに装飾されたんじゃないかなと思います。そういった変わったスポットもあるので、なかなかねこう雰囲気良くてこう島全体をね見て回ったんですけれども、まあほんと数時間ではあったんですが、自転車に回るにはねちょうどいい程度の程よい島の大きさになっていて、楽しめる女木島になっているので、ぜひね近くに寄った際にはね時間があればこちらの女木島の方、高松港の方からそんなにね時間もかからないので気軽に行ける島になっているので、行ってみたらいいんじゃないかなと。あと港付近にはこちらのねカモメの風緑の方が非常に多くねこうオブジェとして飾られていました。
で灯台、赤い灯台の方もあるんですが、本当にねこの風見通りがね、なんでこんなにあるのかなと言っていいほどたくさん並べられていて、まあ、これだけあるとなんかね島の風物詩といった感じがして楽しめるスポットにもなっていました。でこちら高松港に入港した際に見えていたこちら石のオブジェの方もこちらの風見通りの先にはありましたといった感じで、今回は香川県の女木島の方を散策してきました。非常に時間が限られた中、電動アシスト自転車の方で散策してきたんですが、かなりお金の方もねだいぶ安く済みますし、自転車で回ることによってね風を感じたりね、こう自然に触れ合うことも多いので、そういった面ではねそんなに広い島ではないんですが、自転車で回るにはね十分楽しめるスポットもねたくさん用意されているので、ぜひ香川県に来てね時間がある際にはね、こちらの鬼ヶ島の方を散策してみるのもいいんじゃないかなと思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。